いやだってこんな足だってこうなってるとさ、もうなんかつまんねえ授業だなっていう印象的で。で、まあ、単独で過半数を超えたあのブロックがありませんので、自公でも過半数を超えていませんので、まあ、1回目 の投票では、普通に行くとね、他に連立の動きがなければね、これから一生懸命調整するんでしょうけれども、野田さんって書いてくださいよ、石尾さんって書いてくださいよ、でまあ、維新とか、国民とかですね、そういう政党がどちらを書くのかって、まあ、注目されるところなんでしょうけれども、まあ、1回目ではね、バラバラになって、次決選投票ということになるようです。まあ、非常に、日本政治がすごく面白い季節に入ってきたのではないかなというふうに思いますので、まあ、皆さんね、新聞読んだりしてですね、いろいろと憲法との関係でいろいろ考えていっていただければというふうに思います。さて、今日は、まあ、人権の私人間効力の話の続きをしてですね、で、まあ、私人間効力というのは、本来、憲法が適用されないところに適用させた方がいいんじゃないか、効力を及ばせた方がいいんじゃないかという、そういうプラスのね、憲法の範囲、妥当範囲を広げていくという、そういう話ですが、それが終わったらですね、マイナスの方、本当だったら憲法が妥当する範囲、妥当するはずなのに、公務員だからとか、在官者だからとかいう理由で妥当しないと、そういうマイナスの話をしていきたいと思っています。まあ、どこまで入れるかちょっとね、分かりませんが、ですみません、もう一回言っておきますが、レジュメ前回の部分、まあ、今日使う部分と、それから今日配った部分とか余ってますので、もしも足りない人いれば、ぜひ前に取りに来てください。さて、先週の木曜日、私人間効力、何をお話ししたかというとですね、
通説判例が一致をして間接適応説あるいは間接効力説という、まあ、そういう立場に立っているということをお話をいたしました。でこれは、憲法というのはさすがに市民間に直接、適用するわけにはいかない。そうしちゃうと、そんなことしちゃうと市民間のね、大切な原則である、私的自治の原則とかあるいは契約自由の原則そういったものが、脅かされるかもしれないし、憲法そのものの性質が変わっていく。で、憲法を口実にして市民間市民社会にどん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 ね国家権力が介入するということにもなりかねない危険だということで、私人間効力については直接適用というのは否定をされている。じゃあ、強い私人と弱い私人の人権侵害問題をどうやって対処するのか憲法は知らん顔かよということになりますので、まあ、そこは、法律を使ってやるんだ。でも法律がない場合は、民法90条公序良俗とかですねあるいは、709条不法行為の規定を適切に運用する。でその適切に運用するというのは、憲法の趣旨をですね、読み込んで表現の自由とか信教の自由とか男女平等とかそういうのが憲法にちゃんと書いてありますから、そういう趣旨を公序良俗とか、不法行為責任を問う場面で、読み込んでですねで、それを適用していけばいい。そしたら憲法が間接的に適用されたことになるよね、間接的に効力を持ったことになるよね、まあ、そういう考え方でしたよね。でこれが、三菱樹脂判決でも示され、日産自動車判決でも示され、沖縄ギアイブラック判決でも示された。で、学説は、まあ、ほぼほぼ一致して、間接適用説だということで、まあ、なっているという、そういうお話をしたわけです。で、今日は、ところが、それがですね、学説も判例も全然そんなことを言ってないんではないかと。よく読めば、あるいはよく考えれば、全然そんなことを、言ってなくねっていう、まあ有力な異論、異説が、2000年代初頭にですね、高橋和之先生によって提示されたという、まあ、そういうお話をしていきたいと思います。でそれが、新無適用説というふうに一般に呼ばれるものです。レジュメのですね、一番最後の部分ですが、26ページで、終わっているわけですけれども、憲法上の人権の効力は私人間に及ばないというなんか、すごいタイトルの論文をですね高橋和之先生が、2003年のジュリスト1245号に、発表されました。でそれが、まあ、議論を呼んでですね憲法学説がこの論文をきっかけにまあ、大論争に巻き込まれていくという非常にですね、まあ、そういう意味では面白い、事象が生じました。でちょうど僕が旧大に就職したのが2002年でしたからね、なんかその授業準備とかをしなきゃいけないっていうので、まあ、若い准教授で助教、まあ、当時は助教授っていう名前今の助教とは違ってね、そういう名前で呼んでいましたけれども、まあ、一生懸命ノートを作ってですね勉強してですね私人間効力のところを書いてるときに我が師匠である高橋和之先生がですね突然もうすごい論文を出してそれで、まあ、学説がガラ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 変わっていくというのが非常に大変だった思い出があります。でどういうことかというとですね、まあ、読んで字のごとくなんですけれども憲法上の人権、の効力というのは私人間に及ばないんだつまり無適用説無効力説の主張なんですね。これはですねどういうことかというとその古式壮然たる無適応説を、高橋和之先生が突然先祖返りみたいにねいきなり主張したっていうまあまあそういうところもあるんですけれども実は三菱樹脂判決をちゃんと読めよお前らっていうそういう話なんです。どういうことか。で前回のレジュメを持ってきている人は、レジュメのですね24ページぐらいですかね、そこを読んでいただきたい見ていただきたいと思います。まあ、100選持っている人は、100選の、9番ですよね、そこの半紙を見ていただければいいと思います。両方持ってなくてパソコン持っている人はパソコンで三菱樹脂判決を見るということになります。さて、
高橋先生がそんなこと言ってねえよ、三菱受信判決はそんなことを言ってねえよっていうのはどういうところかというと、先ほど言ったように間接的要説っていうのは、例えば、まあ、民法90条司法の一般条項公序良俗規定に憲法の趣旨を読み込んで、で憲法、民法90条で私人間 の紛争を解決していきましょう、憲法の人権価値をねそこに読み込んで、そういうことなんですよね。ところが三菱受信判決はそんなこと言ってないよっていうのがこの高橋和之先生の、主張なんですね。レジュメの24ページの ② のところ、100選でいうと半紙の1のところですけれども、これはあの、人権規定が私人間に、適用も類推適用もされないんだということを最高裁大法廷が言っている部分でしたよね。線を引いておきましたが、憲法上の基本権保障規定をそのまま私人相互間の関係についても適用ないしは類推適用すべきものとすることは決して党を得た解釈ということはできない、まあ、非常に有名な部分です。これは前回言ったように東京高裁控訴審判決がそれができるようなことを言っていたので、まあ、それを真っ向から真正面から否定するというそういう趣旨があったものと思われるということになります。でその次なんですよ、丸三のところで僕のレジュメでは矢印を引いて間接的要説の採用こういうふうに書いておきました。つまり間接的要説を採用したと考えられた学説によって間接的要説を学説によって三菱受信判決が間接的要説を採用したと考えられている、まあ、その根拠となる部分がそこだというそういう意味です。でさて本当かということなんですが、よく見てみますと、私的支配関係においては個人の基本的な自由や平等に対する具体的な侵害またはその恐れがあり、その対応程度が社会的に許容しうる限度を超えるときはこれに対する立法措置によってその是正を図ることが可能であるし、つまり法律作りゃいいじゃん、労働関係なんかもまさにそうですよね。法律を作って最低賃金法を作る、契約の労働時間の、ね、制限を作る、まあ、休日の制限をかけるとかですね、まあ、そういう労働法制でその法律でやればいいんだけれども、まあ、それができない場合はですね、法律作るのに時間かかりますから、そういう場合にはまた場合によっては私的自治に対する一般的制限規定である民法1条90条や不法行為に関する諸規定等の適切な運用によって、一方でですね、私的自治の原則を尊重することができる、そして他方で、社会的許容性限度を超えるような人権侵害に対して適切な調整を図る、まあ、こういうことが言ってるわけですね。ここなんですよ。確かに私人間の問題についてはまず法律で対処しろ、で法律で対処できないんだったら民法90条使え、こういうふうに言ってるんです。それだけなんですよ。どこにも憲法の趣旨を読み込んでとか憲法の価値を重点してとかそんなこと出てこないんです。でつまり高橋和之先生の読み方によると、この三菱受信判決というのは学説が勝手に間接的要説だとこういうふうに言っているけれども、そうではなくて端的に言ってこれは無適要説なんだ、こういうふうに高橋先生書いちゃったんですよ。でつまり、足部先生を含め、戦後のというか三菱受信以降の、憲法学説がよってたかって三菱受信判決は間接的要説だ、学説と一緒だ、まあ、こういうふうに言ってきたわけですけれども、よくよく読めばそうではないというふうに高橋先生は読んだということなんです。でそれからですね、まあ、高橋先生当時東京大学教授であられましたし、まあ、やっぱりね、あのいい悪いは別としてそういう、東大教授が、そういうことを書くとね、それなりに影響力があるわけですよ。で、みんな無視できなくなってそれで、本当かということでもう一回三菱受信判決を読み直したら、うん、確かに、憲法の趣旨を読み込んで憲法上の価値を重点しなんてそういういわゆる間接的要説が言ってきたことは全
全く登場してないよねということになったわけです。あれ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 日産自動車事件どうか。前回言ったように民法90条公序良俗違反に、公序良俗規定に違反して、日産自動車の就業規則は無効であると、こういうふうに判決をしました。で、その一番最後のところに括弧、民法1条の2と、憲法14条括弧閉じる、こういうふうに書いていたんですけどね。レジュメ25ページの真ん中あたりにですね、憲法14条1項、民法1条の2、参照、括弧閉じる、丸、こういうふうにしている。だけど、三菱出資判決はそういう参照と憲法とか出てこないんですよ。まあ、そういうわけで、ちょっと学説が2003年以降を動揺するようになりました。それで、レジュメに戻っていただきたいんですけれども、この2003年以降と2003年以前で学説の三菱樹脂判決に対する読み方が、揺れていると、変わっているということの、まあ、詳細をここに実は書いてきてあったので、レジュメ25ページの一番上のところを見てください。学説は三菱樹脂判決をどう読んだかというところです。高橋和之先生の論文が2003年だったんです。で、その前の、2000年に出た100選第4版、憲法判例100選第4版、現在慶應義塾大学の小山剛先生が、書いておられたんですけれども、本判決はいわゆる基本権の私人間効力について間接的要説の立場を打ち出した判例である。で、その次、高橋先生の2003年論文が出た後、そしてそれから論争が続いて数年後、2007年に100選の第5版が出ています。少し小山先生書き方が変わっています。この部分が間接的要説を取ったとされている箇所である。少し客観的な言い方になります。断定するんじゃなくて、多くの学説がそういうふうに考えているところですよみたいな言い方になっていますよね。100選6版、それから10年後です。2013年に、これもまた小山先生が執筆担当されます。前も言ったように100選というのは3回同じ判決を担当するということになる。で、僕もね、裁判官の両親3回担当したので、次回はの判定は違う判決を担当することになっているんですけれども、まあそういうことですよね。で、なんて書いてるかというと、はっきりと最近では本判決は無適用説に立つとする理解もあるというふうに書かれています。で、つまり、判決の読み方がその一人の学者の論文によって、まあ、1973年にこの三菱樹脂判決の大法廷で出ていますけれども、まあ、それから30年、2003年ってことだよね。30年間みんな間接的要説だって言ってきて、でみんなそう教えてきて、でみんなそう学んでいく。それが30年後にポッとある先生が、違うじゃん、無適要説じゃんって言ったということで大論争になって、100選にまで、そういう理解もある。まあ、どっちが正しいかって、これは読み方ですからね。あるいは間接的要説をどういうふうに定義するか、後で説明しますけれども、に依存する話ですから、A か B かというふうに断定することはできませんけれども、まあ、そういうふうにね、読み方とか、解釈が変わってきている。これ非常に面白いダイナミックなね、現象なんだろうと思いますね。で、実は、まあ、1973年判決が出た時から学説はみんな間接的要説だったと、こういうふうに言いましたけれども、正確にはそうではなかったんですね。それが、レジュメの27ページです。有名なところでは、まあ、全ての人をね、全ての憲法学者は見てませんけれども、有名なところでは2人三菱樹脂判決が出た時に、時代に、比較的早い段階で、いや、これは学説に言うところの無適用説であるとちゃんと書いておられた
そういう先生がおられます。で、一人は、小島和志先生です。東北大学の、教授です。まあ、この先生のお弟子さんが大石誠先生で、それで大石誠先生のお弟子さんが、赤坂先生で、まあ、そういう学問的な、ね、あの系列になっています。ちなみに大石誠先生って数年間旧大助教授だったんですよ。准教授だったんですよ。だいぶ前ですけどね。まあ、僕はもちろん重なってませんけれども、僕がもう大石誠先生を知るようになった時にはもうすでに教育大学教授でしたけれどもね。で、赤坂先生はもちろん京都大学時代に、大石誠先生のもとで研究を始められたという、そういう経歴ですけどね。で、まあ、その小島和志先生、小島和志先生っていうのは割と学説の多数説に反してね、割と一人独自の説をおっしゃることが多い方でしたけれども、まあ、その方の教科書の中に、三菱地所判決を司法事件をあくまでも司法の問題として処理するという妥当な立場を示したものと捉えつつ、これを間接適用説と称することの不当性を指摘していた、まあ、こういうふうに言われています。で、下に注が書いてある、これはまあ今読み上げたのはね、学習院大学の野坂康史先生の、このすごい司法試験受験生とかこれ買って勉強する本ですけれども、憲法基本判例を読み直すに書かれているものです。当時から、小島和志先生の教科書ではそういうふうにこれを間接適用説というのは、間違いだ、不当だと、まあ、こういうふうにおっしゃっていたということが書かれています。で、それからもう一つ、もう一人は、有倉良吉先生で、この方は僕はもう全くもっと上の世代で、全くっていうか小島先生と同じぐらいの年ですかね。もちろん小島先生もなんですが、面識はないです。生きている、動いているところを見たことはない、早稲田大学の先生、まあ、この先生も無適応説というふうに言っていた。で、ところがですね、まあ、調査官解説というものがありまして、でこれは、まあ、民法や刑法でもね、聞いてこられてると思いますが、日本の最高裁判決については最も権威のある解説ということになります。なぜならばその判決を書いた人が解説してるからですよね。で、前にも言ったと思いますが、最高裁には刑事、民事、行政の事件を担当する調査官という極めて優秀な、30代、40代の裁判官が、合計5、60人おられて、でその人たちが調査官室というところで、まあ、ずっと勉強しているわけですよ。で、事件が拝見されると、まあ、担当の調査官というのが決まって、でその調査官がいろいろ調べて、でもちろん下級誌も読み、そして学説も読み、そして、これは、ちょっと原審のままでいいと思いますとかね、これはちょっと原審の結論をひっくり返す必要があるかもしれませんみたいなことを、小法廷の裁判官たちに言いに行くわけです。まあ、小法廷の裁判官も5人のうち1人が担当の裁判長ということになりますから、その事件についてね。で、裁判長がふむふむ、そうか、じゃあそれでいいよと言えば、もうサクッと、調査官が下書きを書いてきて、で5人が、持ち回り審議で反抗して終わり。で、調査官が、いやこれはちょっと原審の判決を破棄する必要があります、破棄して自判か破棄して差し戻しかはよりますけれども、うん、ちょっとこれは、審議が必要ですということになるので、めんどくさいねと思いながら、でもどういうことって説明を聞いて、なるほど、これはちょっとじゃあちゃんと法廷開きましょう、口頭弁論を開きましょうかということになる。あるいはもうこれもう棄却でいいですよ、上告棄却でいいと思いますって調査官が言ってきても、担当の裁判長が、いやいやいや、ちょっと待てよ何々君、私もこの資料読んだけどね、これはその結論はやっぱりダメだよ、ちょっと破棄自判の方向でもう一回調査してきて。でそうすると調査官も、うわめんどくせえ、破棄自判かよ、書くことたくさん増えるなぁと、はい、わかりましたって、それでまた調査官室戻って、書く、まあ、そういうね、あれなんですよ。だから皆さんも将来裁判官になると、そういうふうにそのジャッジばっかりするね、事件を、ね、裁くばっかりの裁判官じゃなくて、キャリアの途中で調査官に、行くっていうこともね、ありえますので、
まあ、それはね、調査官はその優秀な人しかいてませんからね、あのみんな呼ばれるわけじゃありませんけれども、まあ、あの出世コースであることは間違いないと思いますが、でね、その調査官が最終的に判決が出た後に、ジュリストに、解説を書く、そしてその後それをさらに膨らませてもっと完璧な長いものを、最高裁が出している放送時報というね、雑誌、専門雑誌ですけれどもに書くというのこれが調査官解説ということになります。最高裁、それはまとめてこの最高裁判所判例解説民事編、刑事編という本に毎年あの、まとめられるんですね。でこれはもちろん全部図書館に入ってますけれども、これがその宮沢、これは徹さんと読むのかな、達ね、達者の達、が調査官だったということがこれでわかるんですけれども、この調査官解説を見ますと本判決は公序説ないし間接適用説間接効力説閉じる通説的見解と言ってよいであろうか丸の範疇に属する見解を示したこういうふうに書いてるんですよ。だからこの判決の書き手は自己認識として間接適応説で書いたんだって言ってるんですよ。なのにその判決の読み手高橋和之という読み手が違う、これは無適応説だとこういうふうに言っている。何やねんって、いや書き手が間接適応説ですって言ってるんだからいいじゃんっていうふうに思うかもしれませんけれども、まあ、そういう状況になっているということなんです。で、学説の間接適応説とその高橋和之先生が無適応説だとおっしゃるところの一番の違いは、まあ、最初に言ったように民法90条を使うんだ、民法90条で解決するんだ、しかしその民法90条の解釈の時に憲法の趣旨を読み込むか憲法に書かれている価値を重点するかそれを判決文に書くかの違いだと思うんです。どういうことかと言います と、僕の考えによると両者は同じっていうかあまり差がない。学説が言っている間接適応説あるいはこの宮沢調査官が言っている間接適応説というのとそれから高橋和之先生が無適応説とおっしゃっているのと実は大きな差はないんじゃないかと思うわけです。で今言ったように差があるとすると判決文に民法90条を適用するときにですよ、公序良俗に違反して無効だって書くときにですよ、判決文に憲法何条の価値を読み込んだ憲法何条の趣旨を参考にしたということをわざわざ判決文に明示するかしないか、明示していたら明確な間接適応説、明示していなければそれは高橋先生のように無適応説と読むことができるということになるんだろうと思います。私人間合力論のポイントはあくまでも適用されているのは民法だということなんです。民法90条なんだということなんです。憲法は決して適用はされていない。適用というのはですねその条文を使うということですけれどもその条文を使ってある法律行為を無効とするというのが民法90条の使い方ですよね。公序良俗に違反する法律行為は無効である。だから日産自動車の契約は法律行為ですけれどもは民法90条に違反して無効となるというのが法の適用のあり方なんです。ところが民法90条には公序と書いてある、公の秩序と書いてある、善良な風俗と書いてある。そんなね、公序良俗なんて四字熟語で漠然としてる。何が公序やねん、何が公の秩序やねんっていうのは、これはやっぱり裁判官の解釈による。民法90条というのはその明治40年代からある条文ですから戦前からあるわけですよ。だから大日本帝国憲法の時期の戦前の公序というのは大
男女不平等でも公助だし、ですよね。だけど戦後日本国憲法の下での同じ四字熟語は意味がガラッと変わって、まあ、男女で言えば当然男女平等になっている。なぜかっていうと、これは当たり前ですけれども法律のピラミッドです。法体系のピラミッドで最高法である憲法に国法を全て従ってなきゃいけないから、民法の公助が男女不平等ではありえないわけですよ。そしたらもう民法九州条は憲法十四条違反になる。だけど幸いなことに、民法九州条には男女不平等とはわざと書いてないから、それは解釈ですから、読み込んでるわけですから、だから民法九州条の条文文言というのはそのまま戦前と戦後で変更する必要はなかったと。だけれども民法九州条が引き続き合憲であるためには、戦後の憲法の下で合憲であるためには公助の内容は当然男女平等にならなきゃいけない。でそうするとですよ、公助の内容は戦前と戦後でガラッと変わっている。で裁判官は、男女不平等の労働契約がそこにあったら、就業規則がそこにあったら、これは私人間の関係だから憲法14条を使うんじゃなくて民法90条を使って適用して、その私人間の労働契約就業規則を無効とする。でも違憲無効ではなくて違法無効ですよね。民法90条に違法違反する。でその時に裁判官が1973年、昭和48年の裁判官が、公助って何だろう、男女不平等かしら、あるいは男女平等かしらって悩みますかって話なんですよ。昭和22年、23年の裁判官だったら、もしかしたら古い昔からの裁判のあれでね、つながりで、思わず男女不平等でも公助両俗に違反したって言いかけて、あ、違う違う、今憲法変わったんだとか、やばいやばいって。あるかもしれない。だけど昭和48年になって、1973年になって裁判官が公助の中身をいちいち、男女平等だっけ、男女不平等だっけって考えますが、つまり憲法に遡って民法90条の公助を解釈する必要が当の裁判官にとってあるだろうか。こんなのないに決まってるんですよ。あるわけがない。もう明確です、男女平等だっつうのは。でそうすると、わざわざ憲法に遡って憲法の趣旨を読み込んで民法90条を解釈して、その結果男女平等っていう公助の中身が初めて明らかになって、日産自動車の就業規則が違法とされるっていう、そういう議論をたどる必要はない。むしろスタート地点は民法90条で、もう公助と書いてあったら男女平等なんだ、そこからスタートしていいだろう。で、いいだろうと考えたら、裁判所は判決に憲法14条参照しましたとか、いちいち書く必要ないよね。もう民法90条、公序両俗、公序の中身が男女平等って当然だろうって、そこから始まっていい。だってそもそも民法2条に書いてあるんですから。個人の尊厳、男女の本質的平等。だから戦後の民法秩序、公助っていうのはガラッと戦前から変わったわけですね。だからそこからスタートして、そこからスタートしたら、これは何をやってるかっていうと、裁判官の頭の中では憲法とか意識しないで、男女平等とか意識しないで、民法の戦後の民法の価値として、それが公助の中身であって、それは取りも直さず男女平等なんだという、そこからスタートしてるっていうことですから、憲法のけの字も頭の中に出てこないというふうに説明することができる。でそうすると裁判官は憲法の趣旨を読み込んでとか、憲法上に書かれている男女平等という価値を重点してとか、そんなめんどくさいことはやってなくて、普通に民法の公助として男女平等を思いついて男女平等に反するってやってるって、そういうふうに説明できる、そういうことになります。でそうなればね、これは高橋和之先生のように、いやいや民法を適用しているだけで憲法なんて使ってないよということで無適用説として説明ができる。でそうではなくて、いやいやいや、裁判官は書いてないだけで、実は判決にはいちいち憲法を参照してとか書いてないけれども、実は頭の中でやっぱり憲法思い浮かべてんですよ。
14条、ピンと裁判官、戦後の裁判官、思いついつい男女平等、だから民法の公序っていうのは男女平等なんだということでやってるんですよっていうふうに説明をすれば、それは間接適応説になると。まあ、それだけの話ではないかと僕は思っています。日産自動車事件は民法90条違反と明確に書いたんだけど、そこで括弧して憲法14条参照と書いてる。だから、とても正直に我々は憲法14条を参照して民法90条の公序を解釈したんですよっていうふうに言ってると読めますよね。あるいはそう読みやすい。だけど三菱樹脂は憲法のけの字が出てこない。民法90条だけでやってる。まあ、だからどちらかというと高橋的な無、高橋先生的な無適応説に読みやすいよねっていう、その程度の違いです。でこれは当然で、三菱樹脂は結論として民法90条違反と言ってないんですよ。民法90条に対して問題ないって言ってるんですよ、三菱樹脂ね。でこれに対して日産自動車、民法90条に照らして違法だ、無効だ、民法90条違反だと言ってるわけです。だから違反だっていう時にはもうちょっとちゃんと、工事の中身で説明する必要があるかもしれないよね。まあ、それはなんとなく分かる。でその場合に格好して出てきたっていうのはその程度の話なんじゃないのかなって思います。なので、この論争は、我々がなんとなく教科書を鵜呑みにして、実は裁判所が明確には書いていないことを、あ、そういう頭で読むとね、あ、憲法の趣旨を読み込んで憲法の価値を充填してというふうに思い込んでたんだけれども、実はちゃんと読むと全然そんなこと言ってないよっていうことを気づかせてくれたっていう意味はあるんだけれども、僕に言わせると結局裁判官一人一人の頭の中をパカッと開けて、あんた公序って書くときに憲法を考えましたかっていうのをそれ調べることはできないので、まあ、そういう意味では裁判所の判決の書き方でどちら側によるかなっていう程度の話で、別な言い方をすれば間接適応説というのをどういうふうに定義するか、きちんと裁判所が憲法の価値を充填してとか、あるいは読み込んだ参照にした憲法の価値というものを、明示的に書くか、書いている場合にその憲法の規定、憲法の価値が間接的に適用されたというふうに説明するのが、こういうふうに定義をしますと、そういう間接適用説というのは日本では、あんまり判決では見ることができない、日産自動車事件ぐらいであるということになるし、まあそうごちゃごちゃ言わんと、公序、戦後の民法90条の公序の中身をやっぱり憲法的価値踏まえて無意識化でも憲法の男女平等とか憲法の個人主義とか個人の尊重とか、まあ、そういうのをやってるよねっていうふうに説明するものとして間接適応説を捉えるのであれば、まあ大体のものは間接適応説ですよね。だからやっぱり通説が正しいということになる、まあ、その程度の話だと思います。調査官解説が、宮沢さんの調査官解説が公序説ないしと書いてるところに僕は注目したんですね。公序説という言い方はあんまり学説ではしないと思います。通常は無適応説、間接適応説、直接適応説、こういうふうに書くんですけれども、まあ公序説というのは要するに民法90条の公序で問題を解決するという、そういう説だと思うんですけど、それが、まあ、ないしってつながっているのはちょっと違うんですけど、公序説ということであればこれも孫うことなく三菱樹脂判決は公序説だと思います。で公序説の時に、あ、公序を使う時に、公序を使うんだけれども、公序を使う時にしつこいだけで憲法を思い浮かべたというふうに堂々と書いていれば間接適応説で、憲法を思い浮かべたというふうに書いてなければ無適応説みたいな、そんなしょうもないしょうもない人は怒られますけれども、 あまり大きな違いを生む話ではないんではないかなというふうに思います。ただね、学部レベルではこの程度でいいと思いますが、もちろん司法試験とかになるとね、私人間の、人権問題が出されたときに、まあね、これあんまり言うとあれなんだろうけど、昔ね、僕やっぱりロースクールで
あの期末試験とかでね、あの詩人間 の, その人権問題を書いて、普通は詩人間効力の話、みんな、あの老生なら知ってるから、当然だけれども、その間接的調節で答案を書かなきゃいけません、通説で書かなきゃいけませんから、当然、憲法の趣旨を読み込んで、民法90条はなんとかなので、それで、どの本という、そういう論述パターンになるんですけれどもね。でもね、やっぱり数人ね、本当にびっくりしたんですけれども、いきなりその私人間で憲法違反だという直接的な説みたいな書く人いたんですよ。だからそういう風になっちゃいけませんよ。ちゃんと学部時代に、こういう人権争論の部分ね、を勉強しておかなきゃいけない。ある銀行が銀行員に対して、女子だけ制服を着せろ、で男子は普通のスーツでいい、それを敷いている。これは僕、男女平等違反だと思って、まあ、前回の授業に言ってますけれども、まあ、これを、例えばですよ、これをですね、あの憲法違反だということはあのできない、まあ、そういう話ですよね。だから AKB の、恋愛禁止も、常識的な頭では憲法違反なんだけれども、当然 AKB は私人ですから、直接に憲法違反ということはできない。民法90条を使えるか使えないか、銀行でも民法90条を使えるか使えないか、でその控除の中身の話になって、まあ、そういうことですよね。大体、それがこの私人間効力の、まあ、前回の続きということでですね、言っておきたかったことの全てということになるかと思います。まあ、ですからこの無真無敵応接の評価というのは、やっぱり、一方である学者が先ほど言いましたけれども、論文をガーンと発表して学説がみんな巻き込まれて、で有名判決の読み方がガラガラガラと変わっていくという、その、面白さ、エキサイティングさというのがある一方で、でもよく考えてみると、まあ、それから20年経ってね、今の僕みたいな、人間から見ると、あの、まあ、そんな大きな差はないということができるという感じですかね。どの説も間違っていないという、そういう意義付けをあのすることも可能ではないかという、まあ、そういう話です。さて、これで私人間効力のところが終わったということになります。まあ、僕自身はね、この高橋先生の、問題提起というのはすごくスマートで面白くなった作家というふうに思っているの で, でそれから触発されて、やっぱりね、間接適用という言い方はちょっとやっぱり違うんじゃないかなというふうに思ってるんですよね。間接的に効力を持つ、間接効力というのはちょっと素直に受け止められるんですけれども、間接的に適用されているというのはやっぱり適用されているのはあくまでも、三菱自身の言うようにこれは民法90条なんですよね。だから、まあ、ちょっとあの自分自身、僕自身、皆さんそこまで気にすることはないと思いますけれども、間接適用説か間接効力説かっていうのは普通はね、相互互換的に使いますけれども、まあ、僕自身はちょっとこだわって、いるというところです。まあ、それはどうでもいい話です。さて、以上で27ページまでレジュメが終わったということになります。で、今日は28ページです。あの遅れてきた人、あの前回比べて28ページここにありますので、あのもしよかったらもらってきてください。で、何に、の話かというと、第2節で特別な法律関係というふうにしておきました。で、これはあの先ほど言ったように、最初に言ったように、本来縦の権力関係だから、人権が、憲法上の人権がピシャッと入るはずなのに、にもかかわらず、もう一度申し訳ない。これが今日。にもかかわらず、特別な法律関係だというふうな理由でですね、本来であれば打倒するはずの、憲法上の人権が、打倒しないという、そういうマイナス負の側面の場面です。で、これはあの行政法でですね、特別権力関係論というのがもしかしたら鈴木先生の授業で、出てきているかもしれません。伝統的にはですね、まあ、とりわけ日本ではその19世紀のドイツの考古学を、まあまあ、丸呑みじゃないけれども授業してね、日本の考古学というのが、野部先生たちによって、作り上げられていくわけですけれども、ドイツで、展開されていた特別権力関係、公務員、国立大学の学生、あるいは在官者、刑務所にいる人は、
国家権力との関係では、縦の関係で当然普通の国家と個人の関係なんだけれども、公務員だから在官者だから国立大学の学生だからという理由でですね、人権が制約される、そういう議論があったわけですね。まあ典型的には一番の端では公務員ですけれども、でこの特別権力関係論というのが戦前の日本の考古学にも受容されてですね、打倒するものというふうに考えられてきました。どういうものか、レジュメにまとめておきましたけれども、大体3つのポイントがあって、で1つ目は権力側の主体ですね、まあ、国と言っていいと思いますけれども、公権力側は、その特別権力関係においては法律の根拠なく人権を制約することができる、そういう、まあ、恐ろしい秘訣が1つ目のポイントです。公権力に包括的な支配権限が与えられている。で、そうか、これをごめんなさい、1、2、2ってなってますね、このレジュメ。1、2、3ですけれども、まず1つ目がすいません、公権力に包括的な支配権限がある。包括的な支配権限、まあ、だから2と同じなんですけれども、その包括的な支配権限から出てくるコロラリーとして、法律の個別にね、法律の根拠なく、その、刑務所内にいる在官者、あるいは公務員だったら公務員の人権というものを制約していいんだと。一般国民の人権というのは必要に応じて制約されることが当然ありますが、それは公共の福祉を理由とする制約というのはですね、人権各論で見ていきますけれども、議会、国会が制定した、我々の国民代表である国会が制定した法律によらなければダメなんですね。行政の命令とか、役所の命令で人権を制約することはできないというのが、大原則、根本的な考え方ですが、同じ人間なんだけれども、在官者、国公立大学の学生、公務員は役所の命令で人権を制約してもいい。大学だったら学長、刑務所だったら刑務所長、公務員だったら、人事院とか各省の大臣とか内閣総理大臣とか行政の長で、これはそのまあ好き好んでそういう関係に入ってるわけですから、わざわざ、意図して国公立大学、意図して公務員、意図して在官者になってる、犯罪を犯してるということですから、まあ一方でいいんじゃないのと、同意して言ってんだからというふうにも考えられるかもしれませんが、まあ、他方でそれを理由として、まあ、非常に大きな人権制約、正当化できないような人権制約が行われるという、そういう問題点も同時にあるわけです。であるんですが、この特別権力関係論の3つ目丸三に直しておいてもらいたいと思いますけれども、の、効果としてはですね、そういう場合によっては度を超えていると考えられるような人権制約も裁判所の救済を受けられない、まあ、そういう恐ろしい話だったんですね。特別権力関係に入っている、そこで人権侵害が起きた、それを外の裁判所に、普通法上の裁判所、司法裁判所に、求めてきてもダメよ、まあ、そういう話です。でこれはさすがに戦後の日本国憲法の下ではこういう古めかしい19世紀的な恐ろしい人権侵害につながる、そういう理論というのは否定しなきゃいけないというふうに戦後の行政法学、戦後の憲法学は、言ってきました。全方位的な法治主義の思想というのが日本国憲法の下では打倒するのであって、国家と個人の関係に、特殊も普通もないんだ、まあ、あるんだけれども、いくら特殊であっても、人権侵害はやはり法律に基づかなきゃならない、あるいは裁判所の救済が受けられなければならない、まあ、こういうふうに、主張してきました。でその結果、いくつかの、その昭和30年代ぐらいの判決ではね、
特別権力関係の立場に立つような判決も見られるんですけれども、徐々に裁判所の中で、伝統的には特別権力関係と考えられたような、権力関係における人権問題についてちゃんと救済の手を及ぼす、あるいは審査の対象とするというふうな判決が、出ていく、広がっていくということになっています。でここではその過程を見るというかですね、むしろその伝統的に、人権侵害をしてもいいんだよと言われていた、そういうあの特別権力関係のに、当てはまるされていた、法律関係をですね、まあ、順番に見ていく、それが現代ではどうなっているかということを見ていきたいと思います。でまず一つ目ですけれども、そこでカッコ2ですね、国公立大学の学生というふうに書いておきました。でこれはしかし現在国公立大学というのはこれはちょっとよくわからない組織でありまして、国立大学法人、公立大学法人ということになっていて、まあ我々もね、もうもはや公務員でなくなって、国公立大学の教員もね、昔は文部教官とかね、教官というね、そういう言葉を使っていましたけれども、だから指導教官とか言ってましたけれども、まあ今官でなくなったので指導教員と言いますよね。まあとはいえ、事実上公務員扱いの部分も多くてですね、公務員の制度をそのまま流用しているようなところもあって、非常にあの中ぶらりんでよくわからないところ、まあ、あのこの辺は詳しく行政法の先生に解説していただきたいところですけれども、まあ、いずれにせよ現在では国公立と私立大学を特にその、権力関係として、ね、区別する必要はないと思います。あの、まあ、当たり前常識的な話ですけど、国立大学の学生が例えば学長から、人権侵害処分を受ける、まあ、急に退学になる、でそれを私立大学の学生が退学処分になったら裁判所に訴えられるけど、国立大学の学生は退学処分になっても裁判所に訴えられない、それはもうあの常識的に考えるとおかしな話で、これはもうあの現在では妥当しないのは当たり前です。で実はこれはもともと裁判所がですね、その国立大学法人とかそういうことの関係なく、国立大学と私立大学は区別しないという立場を、打ち出してきていました。でそれが、28ページのレジュメの一番下にある富山大学事件というものなんですね。1977年の小法廷判決です、まあ、ただその3年前に、私立大学 の東京の昭和女子大事件というのが出ていまして、1974年ですけれども、でこれはあの純然たる私人関係ですから、三菱樹脂と同じ、構造ですよね。特殊な法律関係でも何でもない、国立大学じゃなくて私立大学ですから。でそこで、退学になった女子大生が、訴えたという話なんですけれども、2つ目の書き括弧ですかね、大学は国公立であると私立であると問わず、これは有名な言い方ですけれども、在学する学生を規律する包括的権能を有する、まあ包括的権能、つまり大学というのは皆さん学生に対して包括的な権能を持っている、だからあのごちゃごちゃ文句言ってもダメなんですまあそういう非常に大学にとってはあの、ありがたい言い方ですけれども、学生をね、規律する、まあ、包括的な権能、まあだから大学の先生の悪い人ばっかりツイッターで言っているような人はその包括的権能に基づいていつかね、あの図鑑と退学処分とかにするっていうそういうこともあり得るかもしれませんけれどもね、それは私立大学であると国公立であると問わないということですよね。で、まあ、その考え方、同じような言い方が、その国立大学の富山大学試験でも繰り返されているということになります。これは、まあ、あの授業認定、単位ね、単位を認定しなかったということで、学生が単位認定を求めて訴えたという、そういう話ですけれども、まあ、そんなのは当たり前ですけれども訴訟の対象になりませんよねということですかね。でこれはあの統治機構論で憲法1でね、裁判所の、ね、権限というところで部分社会論というので多分習ったと思います。で、短いのでちょっと読み上げますが、大学は国公立であると私立であると問わず学生の教育学術の研究、これを目的とする教育研究の施設である。でその設置目的を達成するために必要な諸事項については、
法令に格別な規定がない場合でも学則等によりこれを規定し実施することのできる自律的包括的な権能を有し、一般市民社会とは異なる特殊な部分社会を形成していると、こういうふうに言いました。ここで昭和女子大では部分社会という言葉は使われてなかったんですけれども、富山大学試験で初めて第三小法というか部分社会という言葉を使って、でそれから、まあ、宗教団体とかね、それと同様に部分社会論という、まあ、工学上の、論点というのが出来上がっていくということになりますが、まあそれです。ただね、勘のいい人はこれ読んで思われたと思いますけれども、まあ、やっぱり特別権力関係論に近い発想なんですよ。特別権力関係論というのは非常に恐ろしい人権侵害の議論になるからもう使わないということにはなっているんだけれども、まあ、いわば新たな特別権力関係論というかね、よりマイルドな特別権力関係論というか、ね、包括的な権能を持っている、法令に格別の規定がない場合でもいいんだと。で、一般市民社会とは異なる特殊な社会、部分社会とこういうふうに言っていますから、まあ、非常に似てる部分がある。ただね、法治主義が廃されるとまでは言わないし、ましてや、裁判の救済を受けられないとも言っていないというところでは、だいぶ違いがあります。ただ、まあ、部分社会では一般的には、まあ、これ統治機構論の復習になりますけれども、一般市民法秩序と関係がない、内部のものについては裁判所の判断を及ぼさないというそういうルールでやってますから、結局よっぽどのことがない限り、まあ、退学とかね、退学とかになるとその学生としての身分を失うということですから、これは一般市民法秩序と関わってきて裁判審判の対象になりますけれども、留年とか、あるいは単位不認定とか、あるいはまあ出席停止とか停学とか、その程度であれば、これは大学の中で解決しなさいということになるのではないかというふうに思います。まあ、そういうわけで、これはどうでもいいというか、今ではもう人権各論ではわざわざ特殊な法律関係として扱わない論点ということになっています。まあ、昔の名残で少し説明したということになります。メインは、在官者とそれから公務員です。ここが一番の人権総論の山場になります。まあ、一つの山場は今日の前半でやった、市民間交流だったんですけどね。まあ、これからお話しする在官者の人権、それから公務員の人権というのは、人権総論のもう一つの山場ということになります。でまず、先に、在官者の人権からお話をしていきたいと思います。そこでレジュメの29ページに入ります。で、まあ、在官者というのはこれは監獄という言葉が法令上あったので、まあ、監獄にあるものということで在官者という言い方をしただけで、まあ、現在は、その監獄法という、ね、法律は、改正されていますので、まあ、そういう意味では在官者とは言わないかもしれません。でも、まあ、普通の日本語としてね、別に言ってもいいかなということで短いので、ね、使っていますが、現在の法律でいうと刑事収容施設に収容されているものということで、長いんですが刑事収容施設非収容者ということになると思います。もう監獄って言わないんですね、今刑事施設、刑事収容施設、そういう言い方をしています。でここには大きく分けて3種類あります。でこれは、まあ、刑法でもね、まあ、それから来年前期に刑事訴訟法でも詳しく学ばれますが、まあ、日本ってね、本当に報道も悪いんですけれども、その疑いがあって逮捕されたらもうそいつが犯人だということでみんな思いますよね。で顔も出されて実名も出されて、まあ、ひどいものになると家族もさらされ、家もさらされ、中学校時代のアルバムなんかもさらされてね、で後で裁判してみたら無罪だったとか、あるいは検察が起訴しなかった、不起訴になったとか、なんやねんっていうことあるわけです。本当にその報道による被害、人権侵害というのは非常にその深刻だと思いますよ。警察が発表したものをそのままマスコミの、
警察詰めの、ね、人たちが、これ大体あのマスコミの1年目、2年目、みんなあの警察マークにやらされるんですけれども、若い記者の仕事なんですけれども、まあ、警察から言われた通り、本日何月何日何か殺人の容疑で何とか何とかを、逮捕した、警察が発表した、わーってそれを書くわけですよ。で、つまり警察の言い分だけを真に受けて、マスコミはそれを垂れ流してですね。で、本来であれば無罪推定の原則もあるし、そして、弁護人のね、言い分っていうのがあるはずなんですよ。で、弁護人が、ちゃんと記者会見をして、いや本件の被疑者はこれ完全に否定しています、無罪を主張しています、だからあのそんな実名報道しないでくださいって弁護士が言ってもですね、全然聞かない。で、この点、まあ、ちょっと僕最近あのいちいちフランスの新聞ちゃんと読めてないのでどうか、フランスはね、やっぱり実名報道しないんですよ。あの名字を言わない。ジャック23歳が捕まったとかね、ポール、28歳が逮捕されたとか、それでいいんですが、名字いらない。で、やっぱり報道にはね、これね、マスコミに聞きに行くとね、いつもマスコミの方おっしゃるんですけれども、いや、実名報道するっていうのは、まあ、警察の報道がちゃんと警察の発表を監視する意味も逆にあるんだと。匿名でね、警察が、発表するようになったら、まあ、警察がちゃんと逮捕を正しくやってるかどうかって、それを監視できないからですとか、まあ、こういうふうにあのマスコミ側は言うんだけれども、まあ、ちょっとあの本当にそれであれば年齢と下の名前だけで、ね、まあ、その地域の人はあいつだって分かっちゃうけれども、しかしそれがネットで拡散されて、もう何十年もわたってデジタル、タトゥーになってね、で、あの人はもう再起不能になる、そういう世の中はちょっとおかしいと思います。だって無罪かもしれないんだから。だから起訴された段階で実名報道するとか、まあそれでも僕は早いと思いますけど、まあ有罪判決が出た時に大々的にねやるとかする、まあそれでもいいんじゃないかなというふうに思いますが、まあせめて起訴段階まで待つと。逮捕されて不起訴ってものすごくありますからね、書類だけ送検されてね。まあ、あの皆さんも今後そういうことに巻き込まれる可能性ももちろんありますからね、本当に、まあ、すぐ弁護士ですよ、とにかくすぐ弁護士に相談する。で、弁護士呼んでくれって黙秘しますって言って、まあ、黙秘あんまりするとね、日本は、言うまで返さんぞみたいな、まあ、その辺はの話はですね、ぜひ3年生で、刑事訴訟法の授業とか、あるいはね、刑事政策っていうね、竹内先生、今副学部長ですけれども、竹井先生の授業でよく聞かれるといいと思う。冤罪の話とかね、あるいは少年事件の話とか、とても面白いと思いますけれども、まあ、ちょっと話がそれましたけれども、まあ、そういうわけでね、刑務所にいる人、まあ、刑事施設に収容されている人、少なくとも3種類の人がいて、有罪判決が確定した、要するに犯人だと裁判所が決めて、でお前懲役3年だ、5年だ、そういう人たち、これを受刑者と言います。でそれから、まあ、逮捕されて起訴されたけど裁判中だと。で自分は無罪主張してるんだと。だけど、まあ、なかなか裁判の判決が出ないから、でその間に、自分が逃亡するとかなったら、国として困るからしょうがないから身柄が拘束されてるんだっていう、そういう人もいます。でこれは未決拘禁、未決まだ決まってない。でそれからもう一つは、日本の場合は死刑が未だにありますから、死刑囚ですよね、死刑確定囚。で、この3種類の人って、身柄を拘束している目的がそれぞれ違うんです。それを考えなきゃいけない。受刑者は何のために、拘束されているかというと、もちろん罪を償ってもらうためです。反省してもらうためです。あるいは、まあ、教育っていうのもあるでしょう。社会復帰、社会に出ることも考えてね。で、裁判所が懲役を命じている場合はそこで労働してもらうという、そういう目的があります。死刑囚、これはもう死刑執行を待つだけの人ですから、原則として、まあ、6ヶ月ですよね。6ヶ月、まあ、日本は全然そうなってませんけれども、死刑確定囚は、ね、何十年も、拘禁されている、まあ、これが非常に残虐な刑罰ではないかと言われて、いつ自分が執行されるのかっていうのが
毎日恐怖だって言いますからね。でも刑事訴訟法ではまあ6ヶ月で執行するということになっているんですけど、まあ、そうはなっていない。で死刑囚は何のために拘束しているかというと、身柄を拘束しているかというと、もちろん、逃亡しないようにです。死刑執行まで、逃亡されては困るからですね。じゃあ未決拘禁の人、有罪か無罪かまだ分かんないんだから、これはできる限り一般市民と普通に扱うべきです。同じようにね、皆さんが冤罪で逮捕された時も考えてみてください。当然ですけれども、やっぱりそれは一般市民とできるだけ同じように扱うべきでしょう。じゃあなんで拘束するかっていうと、まあ一つは身柄の確保ですね。逃亡の恐れ、逃亡の防止。逃亡されちまうと裁判が継続できなくなります。まあ、正しい裁判が継続できなくなります。でそれから証拠隠滅の防止ですね。罪証隠滅の防止、仮に犯罪に関わっている場合は、家で自由にしてもらっていたらですね、パソコンの記録を消されたりとかですね、日記を燃やされたりとかですね、凶器を海に捨てられたりとかするかもしれないから、疑わしい場合は身柄を拘束して、刑事訴訟のプロセスが終わるまでですね、やる必要がある。この2つなんですよ、輸血拘禁者というのは。罪証隠滅の防止と逃亡の防止。だから逆に言うと、その恐れがない、あるいはその必要性がない場合には身柄を拘束しておく必要がないんです。まあ、だから時々その、保釈金っていうのでね、有名芸能人のような場合とかですね、でそのなんていうんですか、もう罪を認めてるとか、あるいはその、まあ、あまりにも有名な人で、まあ、逃亡の恐れはないだろうとか、あそれであとはその、まあ、そういう状況が重なるとね、保釈保証金を払って出てくるっていうようなこともありますよね。まあ、その辺詳しくは先ほど言ったような授業で、ぜひ勉強してください。で、憲法のここではですね、それをその身柄拘束、拘禁のね、身体拘束してる、身体というかその動けないようにしてる、その、在韓の目的に応じてその人権制約のできる度合いが変わってくるはずだっていう、そこが重要なんですよ。それを10波一からげに全部刑務所にある人はもう一概に全部あれもダメこれもダメってやる、そういう雑な運用はダメですよ、雑な立法はダメですよ、まあ、そういう話です。でとりわけ未決拘禁者というのはまだ有罪か無罪か分からないんだから、可能な限りその罪証隠滅と、逃亡の恐れがない限りに反しないという拘禁目的に反しない限り自由を保障していかなければ、権利を保障していかなければならない、そういうことになるわけだという話ですね。ですいません、明治41年のこの監獄法という非常に漢字カタカナ混じりの法律というのがずっと、戦後も一挙維持されてたわけですけれども、まあ、これはあまりに古すぎる、そして人権侵害が甚だしいという批判がいっぱいあって、でようやくですが2005年に、改正が始まりました。でそこに書いておいたように2段階で、まず、1段階目として2005年の5月に、この在韓監獄法のうち、受刑者有罪判決が確定した人については、一つの別な法律を新法を作る、刑事施設及び受刑者の処遇に関する法律、平成17年法律第50号というのを作った。でそれから未決拘禁者と死刑確定者については監獄法を改正した。なので、これは刑事施設における刑事被告人の収容等に関する法律とタイトルもその明治時代っぽくわざわざ新しい法律になってるんだけど、新しいタイトルになってるんだけど漢字カタカナ混じりにして、法律番号も明治41年法律第28号という監獄法の番号をそのまま維持しました。内容はかなり変えたんだけれども、でそれを翌年2006年6月に2つの法律を今言ったまとめて新法を作った。
ただその新法は、受刑者についての平成17年法律の改正という形を取ったという、なんか、まあ、よくわかりませんけど、この辺もなんでこういうことしたのかちょっとそこまで詳しく僕知らないので、刑事政策の授業なんかで聞いていただきたいと思います。でどうなったかということです、まあ、だいぶ結果的に言うとですね、在韓者の人権というのは、まあ、改善されたということが言えると思います。そして、受刑者と、未決拘禁者でちゃんと扱いを変えるということになっています、まあ、それをちょっと見ていきましょう。であまり細かい話をしても意味がないので、まあ、そういう考え方とかですね、やっぱり、拘禁の目的との関係で制約が許される人権、あるいは制約が許される程度というのが変わってくるんだよという、こういう考え方ですよね。何のために拘束してるんですか、何のために身柄を閉じ込めてるんですか、その目的との関係でいつも手段が正当化できるかできないかというのを、まあ、ネチネチと細かく考えていくというのが重要なプロセスです。でいくつか在韓者の権利で問題となっているもの、判例になっているものがあるんですけれども、まあ、一つ目として、文書図画、これトガって読むんですかね、文書トガの閲読、書籍等閲覧の権利というものです。旧韓国法には、文書トガの閲読に関する制限は法務省令をもってこれを定むと書いてありました。つまり法律は、韓国法という法律は、命令に丸投げしてたわけです。法務省令で定めて、その本とかね、新聞とかを、在韓者に読ませるか読ませないかっていうのを、まあ法務省令で定めればいいっていうふうに丸投げしてたわけです。もうこれ自体が、かなり人権侵害になりがちです。法律を通してないわけですから、法務省の判断で、あ、そんな新聞は読ませてたんで、そんな本は読ませちゃいけないということができるっていう、そういう規定ですから、恐ろしい話なんですね。で、法務省令どうなってたかなというと、旧韓国法施行規則86条1項というところで、文書図画の閲読は拘禁の目的に反せず、かつ韓国の規律に害なきものに限りこれを許すと書いてあったんですね。まあ、何でもありの言い方です。こういうその規律に害なきものに限りというのはね、もういろいろ入りますよね。韓国内の規律っていうのはやっぱり、当然その先ほど書いた拘禁目的に加えて、正当な目的というふうに考えることができます。あまりにも例えば、本の内容でね、脱獄の方法とかあるいは、隣の房にいる人を精神的に追い詰める方法とか、そういう本をですね、いくら表現の自由だということで一生懸命読んでるというと、それはやっぱり韓国内の規律が維持できなくなる可能性があるとかですね、まあ、そういうことですよね。10秒で作れる爆弾の方法とか、そういう本が韓国内で、読まれると、やばいというようなことはあるかもしれません、まあ、そういう話です。だから何でも入る可能性があるんですけれども、まあ、一応その規定の趣旨は分かるということですね。でそこで問題になったのが、読売新聞事件、淀川ハイジャック記事抹消事件というもので、最高裁大法廷の1983年、三菱地所から10年経ってますが、の大法廷判決ということになります。100選の14番です。これはむちゃくちゃ有名な憲法判例です。淀号、まあ、昔はね、飛行機も少なかったもので、いろいろその飛行機に名前がついてたんですよね。で、日航の飛行機、JAL の飛行機に淀号という名前がついてたんですけれども、まあ、これが1970年3月31日に、ハイジャックされます。日本で最初のハイジャック事件だったと思います。東京羽田からですね、博多福岡に向かっていた淀号、この JAL 機がですね、
赤軍派の若者たちに、ハイジャックされるんです。当時の映像残ってますけれども、びっくりなんですけど、こういう日本刀を持って乗ってるんですよ。手荷物検査とかすごいゆるゆるの時代なんですよね。だから何持って乗ってんのっていう感じなんですけれども、まあそれで北朝鮮への、ね、亡命を申請したということに、申請というか要求したんですね。それで偉いことになったということで、まあとりあえず福岡空港で女子供は降ろせっていうことで交渉がうまくいって、それで人質何人か乗って、で当時のね運輸政務次官みたいな人で、後に地元の有名な代議士になられますけれども、なんかも乗って、自分が乗るから大丈夫だということで、で、北朝鮮行く。ただ、まあ、北朝鮮行くわけにいきませんから、ソウルの金浦空港っていうのを北朝鮮の空港みたいに、なんか急遽塗り替えてね、で看板とかを塗り替えてもらって、そう、それでピョンヤンって書いてもらって、でだってみんな読めないじゃないですか、なんとなくハングルで、ちょっとその金浦って書いてあるところをピョンヤンって書き換えておけば犯人も分からんだろうということで、それで韓国政府とやって、それで、まあ、金浦行くんですよ。おいで、でもバレちゃって、それで結局、まあ、そこで、せめて日本人を降ろしてくれということで、その運営政務次官だけ一人乗ってるかな、で、ピョンヤン行くんです。だからそれ大変でね、ピョンヤンもちろん国交ないし、日本の JAL のパイロットたち、ピョンヤン空港で勉強してませんから、行き方が分からない、だから無事に着けるかどうかも分からない、本当にその命がけだったみたいですけれども、それでまあなんとかピョンヤン行って、それでその赤軍派の人たちは降ろして、それでパイロットとその運輸船の時間だけ戻ってきたんですよね、っていうような事件があったんです。でこれはその左翼の、過激学生たち、若者たちが、が起こしたテロ事件、ハイジャック事件だったんですけれども、それが当然新聞にバーッと報道されますよね。で東京拘置所に収監されていた未決公金の、この人も左翼の、運動家だったわけですけれども、が自分のお金で、毎日読売新聞を読んでたわけです。未決公金ですからね、自分のお金で新聞を取るっていうのはできる。ただ全て新聞をそのまま読ませるわけにはいかない、危険な情報がもしかしたら載ってるということを検閲するわけですね、でその時に、淀川ハイジャック事件のトップ記事とかブワーッと載ってる。こういうの読みますと、ああ我々の同志はやったぞって思うわけですよね。その赤軍派がついにやりがったということ、そしたら俺たちもこんな、拘置所の中でぬくぬくと、3食食って寝てる場合じゃないって暴動起こそうということになりかねないというふうに拘置所長は考えて、この赤軍派の運動事件を読ませては危険だ、韓国内の規律を維持することができなくなる可能性があるというふうに判断して、まあ、黒塗りにして新聞を渡したんです。でそれ面白いんだけど、黒塗り、やっぱり年には年が言ってましたね、やっぱ日本の役所ってすごいんで、テレビ欄ですね、この淀川ハイジャック事件の特集とか、そういうところまでちゃんと塗りつぶして渡したそうですけれども、でそれをその、まあ、表現の自由、読む自由ですね、表現を受け取る自由っていうのは当然表現の自由に含まれますから、まあ、これを国家権力拘置所長が、侵害しているということで、これ憲法違反だということで、その原告が訴訟を提起したというのがこの事案になります。でこれはもう完全な憲法問題ですよね、縦の関係、権力と個人の関係で、だけど伝統的には在韓者だから、特別権力関係の議論だったらそんなに司法の救済を受けられませんよ、韓国の中でその表現の自由が制限されてもそれは知りませんよという話でバッサリ終わるというところですけれども、これは最高裁まで行ったということになります。大法廷全一致です。でこれ非常にいいこと言ってる部分もありまして、ちょっと長いんですけれども見ていただきたいと思います。100/14で言いますと、これねちょっとね、阪神番号振ってないんですよね、振ってくれよと、授業で言いにくいじゃないですかね、この部分を皆さん今読んでくださいみたいにね、気が利かない。で、どこを読めばいいかっていうのはなかなか言いにくいんですけれども、
ども、まあ、最初の部分ですよね、未決交流の話です。統合または在所隠滅の防止を目的として、監獄内に、居住を限定するものであると。でその限度で身体的行動の自由を制限されるだけじゃなくて、逃亡または在所隠滅の防止の目的のために必要かつ合理的な範囲でそれ以外の行為の自由も制限されることは免れない。まあ常識的ですよね。必要かつ合理的な範囲で、やっぱりその、逃亡以外のね、あるいは在所隠滅以外の、そういう自由というのも制約されなくやきゃいけないよねということになります。で、その次はですね、右の方に行きまして、100線のその上の方ですかね、丸2のところですけれども、もうレジュメの方を見てもらいましょうかね。ごめんなさい、じゃあ29ページです。未決交流により監獄に拘禁されているもの、新聞紙、図書等の自由についても、逃亡、30ページです。逃亡及び在所隠滅の防止という交流の目的のためのほか、次なんですね、監獄内の規律及び秩序の維持のために必要とされる場合にも一定制限はやむを得ないというふうに言っています。でこれもやっぱりその曖昧な感じで、監獄内の規律とかね、秩序維持ということを言い出すと、まあ、何でも制限が正当化されちゃいそうな危ない部分ではあるんだけれども、まあ、しかしそれを否定することはやはりできないというふうに思います。ただですね、その次ちゃんと立派なことを言ってるんです、この淀川判決は。しかしながら、レジュメの3ページ、30ページ3行目、しかしながら未決交流は前期刑事司法上の目的のために必要やむを得ない措置として一定の範囲で個人の自由を拘束するものであり、他方これに拘禁されるものは、これにより拘禁されるものは当該拘禁関係に伴う制約の範囲内においては原則として一般市民としての自由を保障されるべきものだ、ちゃんと言ってるんですよ。正しい、その通りだと思います。未決拘禁者というのはそれ以外では一般市民としての自由を保障されるべきものなんだ。なので監獄内の規律及び秩序の維持のためにこれら非拘禁者の新聞紙図書等の閲読の自由を制限する場合においても、それはその目的達成のために真に必要、真に必要と、こういうふうに言っています。そういう限度にとどめなきゃいけない。でね、最高裁判決を読むときに、例えば今普通に読んでたら読み飛ばすよね、真に必要、真にっていう言葉を使っているかとかね、そういうところにこだわるんですよ、日本の最高裁は。でだから我々も判決を読むときに結構そういうところに線を引くというか、あ、これは一段階厳しく上げてるよねとか、あ、これ一段階緩くしてるよねとか、そういうふうなことを意識しながら、ものすごく言葉にこだわって選んでますからね、注意しながら読んでほしいと思いますが、ここでは、目的達成のために真に必要と認められる限度にとどめられなくちゃいけない、こういうふうに言っています。でその次もとても重要で、従って右の制限が許されるためには当該閲読を許すことにより右の規律及び監獄のですね、規律及び秩序が害される一般的抽象的な恐れがあるというだけでは足りずって言ってるんです。前にも言いましたけれども、その目的をですねポカーンと曖昧にやっちゃうと、それでまあなんとなく理屈をつければ、ああそういうことあり得るよね、そういう危険あるよね、そういう可能性あるよね、だからやめさせようということになりがちです。これもうどの社会でもそうです。万一こんなこと起きたらどうするのとか思ってですね、何かやろうとしたら潰そうとする人いっぱい世の中にいるんですよ。まあ皆さん旧大祭で関わっておられる方も、万一、お酒を飲んで酔っ払った人がいたら困るから、お酒を飲ませないようにしましょうと。僕らの時代学祭で酔っ払いがいないなんてありえない話でしたから、旧大祭酒一切禁止じゃないですか。だから非常になんかやっぱ今の、ね、時代だなと思いますけれども、ね、まあ、これ今のは悪い例だったかもしれませんけれども、あの、ね、まあ、とにかくね、安全とか安心とか、ね、秩序とか、ね、規律とか、ね、うん、あれこれね、万一あれがあったら困るからっていうことを言う人、まあ、特にあるんですけれどもね、
そういう一般的抽象的な恐れがあるというだけでは足りないと、こういうふうに最高裁は言っています。で、未拘禁者の非拘禁者の成功行状、監獄内の管理、保安の状況、新聞紙図書の内容、その他具体的な事情、それぞれね、事情違うでしょ。すごく、荒くれた、怖い思想犯たちがたくさん収められている、監獄であれば、そういう必要性、新聞とかを読ませないようにするっていう必要性が高まるかもしれない。だけども全然そんな、思想犯とか左翼とかそういうのが全然ない、ところでは、まあまあ別に普通にそういうのを読ませたってそんな危険はないんじゃないのとか、まあ、いろいろな事情に、依存する話ですね。それを具体的に検討しなきゃいけないと、こういうふうに言ってるんです。でそういう具体的な事情のもとにおいて、次ですが、その閲読、新聞を読ませる、その閲読を許すことにより、監獄内の規律および秩序の維持、上位置の上でですね、放置することのできない程度の障害が生ずる相当の蓋然性があると認められることが必要だ。ここです。非常に限定する言い方になっています。監獄内の秩序と規律を維持するために新聞を読ませる、新聞を黒塗りにするしていいんだけれども、法務省令では。しかしそれは裁判所によれば一般的抽象的に読ませると危ない、ポカーンとほんわかと、そういう言い方ではダメなんだ。その監獄の、あるいはその記事の、あるいはその非拘禁者の性格、そういうものをちゃんと見て、あ、この受刑者、あ、この未決拘禁者にこの監獄内でこの記事を読ませたらやっぱり危ないよな、そういうことじゃないとダメだ、こういうふうに言ってるんですね。だからこれ非常にそういう意味ではリベラルな、限定する監獄長の、拘置所長の権限を非常に狭める、そういう言い回しになっていると思います。可能性、一般的抽象的な可能性ではなくて、もっと確からしさ、起こりやすさというのが必要なんだ。これを蓋然性と言いますけれども、それが必要なんだ。放置することのできない程度の障害が生ずる相当の蓋然性、これは司法試験受験生を覚えておく部分なんですね。放置することのできない程度の障害が生ずる相当の蓋然性が あるというふうに言えないとダメなんだ。でその場合、そういう制限していいのは全部、上から下まで全部黒塗りがいいかどうかは別にして、ちゃんとその必要かつ合理的な範囲にとどまるべき、こういうふうに言っています。でここまで言うと、じゃあアウトやん、拘置所長負けたんですかって思うと思います。そこまでちゃんと厳密に限定をして、厳しく限定をして、で新聞の黒塗りが本当に必要だったかどうかっていうのを審査しなきゃいけないって言ってるんだから、そういうのしなくて全部もうテレビ欄までね黒塗りにしたのも、それは あかんやん。でそんなことを許している法務省令っていうのは、これは憲法違反だろう、憲法21条表現の自由に違反するということになりそうなんですが、そうはならなかったんです。これが最高裁判所お得意の合憲限定解釈というものです。30ページの真ん中のパラグラフ。ところで監獄法31条2項や監獄法施行規則86条1項の規定を通覧すると、まあ、通覧並べると、その文言上はかなり緩やかな要件の下で閲読の制限を可能としているように見られるけれども、そう見えるんだけどそうじゃない。上に述べた要件及び範囲内でのみ閲読の制限を許す旨を定めたものと解するのが相当である。でかつそう解することも可能であるので、異議法令は勧告法は憲法21条に違反した、こういうふうに言ってます。だから合憲だと。だから文言上は非常に緩やかで何でもありで、
高知署長が何でも黒塗りにできそうな規定ぶりになっていると、で実際規定してるとか実際黒塗りにしているということで、憲法違反の可能性大なんですけれども、最高裁はいやいやそういうふうに文言上は見えるけれどもそうじゃないんだと、蓋然性、そして必要かつ合理的な範囲に限定するそういう趣旨なんだと、こういうふうに読めるよねっていうんです、読めるかっていう話なんですけど、でこれは熊本刑務所事件と一緒なんですよ。熊本刑務所事件はもっとひどかった。原則は家族以外の者に手紙出すことはダメだ、でも例外的に禁止するとこういうふうに書いてある監獄法46条に。だけれども裁判所は文言上は原則禁止、例外的に許可って読めるけれども原則は許可で例外的に禁止と読めるよね、読めるかって言う。でかつそう読まなかった熊本刑務所長には過失があるとかと言って1万円損害賠償。だからこれ監獄法関係では最高裁ずっと監獄法違憲とすりゃあいいのにしないんですよね。で、すごく時にはまあ強引、時にはもうこれ限界超えてるんじゃないのというような評価も可能なほどの限定解釈、あるいはひっくり返し解釈を施して、でそういうふうに読まなきゃいけないんで、そしてそういうふうに読める、そしてそういうふうに読めば冒険だということで違憲判決を避けてきたということがあります。ちょっと途中になりましたけれども、最後はその現行の刑事収容施設法の規定はそれをまあ踏まえてですね、もう少しマシになっているということを少し条文を書いてきました。で次回はこの週刊ポスト事件というのは飛ばしましょう、下級審判決ですので、32ページのから入っていきたいと思います。それではお疲れ様です。おー、すごい。
ベーシックアイドル。
断られたらすごいね。とりあえずそのつまみみたいな。朝日新聞。